着いた。12時間かかった。そうなんだ。あ、バス進んでって入ってった。え、なんかあっちになんか、あのね、検温してるんだ。大型。大型左？大型って書いてある。一応でっかいからあんま狭いとこ入れんとこ。堂々と入ろ、大型に。気づいて待ってくれたらかもしれない。あ、ほんとや。あー、あれわしの好きなやつやん。あの感じ。レストランやっとるって、やってるんかな、わからんけど。ここで実はさ、どうする？あ、お金今渡してるわ。はいはい。一人かい？大人って書いてあるから、一人欲しいんだよな。2200円です。薄いも出してくれ。はい、薄いも200円ですね。カフェのお返しです。ありがとうございます。ありがとうございます。入場料、なぜ入場券みたいなのがあるから、ここ置いときちゃってまた遊び必要なかもしれんからね。可愛い姉ちゃんだから。あ、いたいた、待ってくれてるよ。うん、あ、ちゃんと手振ってくれてる。あの人たちも何人か乗って、え、いっぱい乗ってね。うん、なんか通勤してる人みたいないるけど、いっぱい。なんか通勤してない？ちゃんとバス停持ってきてるよ、えらい。なんかそういうコスプレとかしろっていう話。うん。わかるけど、あ、でもなんかナンバー小さくない？まあ、しょうがない。あ、これ中型か、取れてるのかな。なんかナンバー小さい。なんか違和感だ。何してる、おい。なんか気のせい？違和感だよね。登らないのかな。あ、でも EPF ついてるんだ。都会におったやつやから。私はあれつけたのよ、自分で。あ、つけたの？で、本当はだから、うん、あのバスは右側からマフラー出てんだけども、うん、場所がないからってパイプくねらして左に。カナチもそんな感じやった。うん、後付け DPF ついとったもんで、うん、こっち来たら DPF いらんくなったから、うん、DPF マフラー壊れた時に、うん、うちにあるマフラーつけようぜってなってさ、あのほら普通のノーマルマフラーにしようぜって言って、うん、それやった時になんか合わんだ、合わんで結局やっぱ逆でに出になったもんね。これ同じところにつけてるんですよ、多分。うん、同じ業者で何個もないだろうからさ。うん、っていうか今さら後付け DPF ですかみたいな感じやけどね。へえ、なんかみんなに写真撮られとるけど。グッチの写真撮ってる。恥ずかしい。そうやわ、うちのカナチュー、そうやったわ。後付け DPF やったわ。え、待って待って、これ富士や。そうや、部品電源ねえか、もう外販の部品が全部。うんうん、かわいそうに外観出ないんだ。ぶつけたらどうなるの？もう板金？腕のいいとこで板金か、うん、もしくは同じもの作ってもらうか、似たようなものをね、同じじゃなくても、うん、それなりに合わせてごまかすかしかないやろね。ここですか？ここついていけばいいんだろうね、でも。あ、なんかスピードウェイって感じやね、この上の、なんかわからんけど。もう入らんなしゃあないからね、わしらも。あー、なんかいっぱいいる。あー、講談のあれも好き、あの講談の。雨ですね。わー、ちゃんと救急車とかいるじゃん。すげえなー、やっぱ救急車とか見れないね、なかなか。なんなら本物の個人タクシー来てるじゃん。救護車とか、ね、緑色の個人タクシーとか来てるよ。すいません、前のバスについてお願いします。はい、本物の個人タクシー。
スはあっちの方なの？はい、おはようございます。おはようございます。お久しぶりですよ。あの、ヨーロッパが全部入ってから並ぶんで、はい、とりあえずあの8位の後ろに自分で曲がって出れるぐらいの車間開けてちょっと止めておきます。了解です。とりあえず仮置きね。うん。この人は何者？知ってる？あの、一番前のリエーションか。そういうお仕事もあるのね。今もまだいるんじゃない、これ。ナンバーダミーとかじゃないの？ナンバーダミーで今日ただ赤車に乗せて持ってきただけとかじゃないの？タクシー、これは昔の救急車だ。東京フリート。みんな拭いてるね、黒塗りは。これはどうしようもないもんね、うん、これ中古で売ってんの？これって救急車売ってるよ。消防車とか救急車売ってるよ。災害救急車とか話したんじゃない？あんまり救急車はいないけど消防車とかこのトラックもなんかあれだね、あんま見ないね、この前が長い。黒塗りの、これだけ違う感情だよね。これだけ黒塗りのパトカーみたいなのがいると、うん、うん、これね、作業中。あれ中のあのマシーンで切り替えるわけでしょ。バスの方向も一緒に。これで回転とちゃんとへっこむやつなんだ。タクシーのグッズの興味の。このタイプは、うん、みんな拭いてるね。おお、何あれ？タクシーのあれ上は何だろう？いや、そんなねけど。結婚式よ。女の人からあの頭すめがするやろ。取って家まで迎えに行くわけよ。おお。そしたら乗るときにさ。ガンやったらさ、もう終わりやがしました。そういうやつなんだ。そういうやつなんだ。そういう仕様よ。最近減ったけどね、あんまり。うん。着物着なんかすごいなって頭あれよく知らないけどさ、するやろ。うん。そういう人用よ。うん。で、お家まで迎えに行って。これは？これも日本車でしょ。スイスで手配たらね。ドアノブとかも特徴的だね、うん、エルフ。どうも。こんなとこからね、ミラーが生えてる。あー、サイドアンダー的な話、うん、これで何年もんぐらいになるんだろうね。結構古くなかったっけ。
飾ってある。これこれこれ上にどこか行かないんだよ。じゃあだいぶだ。だいぶですよ。83年って言ったらもう。ほんでバスっぽいね。バスなのか。バス会社がつく。バス会社でもないけど。ここで作ったのか知らんけど。そういうところで作ってるわけでしょ。番号とか何か意味あるのかね。あるのかもしれない、ね、ピカピカや、おいしい。これいないの？え？小型で観光で。開けるボタンないがに。確かにないね。ないやろ。隣のがもそうやけど、どこでもね、ないんだけど、開いたりとかするのあったりしてね。これも触るの？これはうちにおらんからあれやけど、でも、まだ入れてましょ。あ、そうなの？今はウィンカーってあっちはないんだね。後付けいかねえかっちゃう。あんなはどうかな。ああ、それだね。法律的なものもあるね。うちのもあれつけたいね。何？ステップ。なんだ、あんなもなんでもいらん。あんなもいらん。足腰弱くなったら、調子悪くなったら、なんか意外と面倒なやつ。このステップじゃん。弱くなったらどうすんないね。どこも行かねえようなんないよ。この前やっとったら上がらんがんなった言うて。うーん、なんもこうやって帰ってくれんやろ、これじゃ。確かに低いもんね、これ。そうあれいらないよ、あんまり。こんなんやったら置き忘れる心配があっかもしれんけど、踏み台に動いた方が絶対いいです。そういうリスクを回避するのも。みんな、運賃箱もつけて本格仕様やね。ついてたんじゃなくて。これはお客座っていいやったら。こういうのは共通？同じ形だよね。共通だね、大体ね。ボタンで開けるのはさ、イスズのあれを使ったのかね、J ワースのボディも。そうなんかね、そう言われたらそうかもしれんけど、そうもボタンないんだね、あの。あ、そうなん。そうも結構ボタンやると専用で。この横長のマフラー。そう
バスって言えばなんかこういうイメージだったけど、最近いないね。最近少ないじゃんね。うん。後ろまだ大きいね、やっぱり古いやつは。見やすくていいやん。安全性重視よ、安全性。この柄がね気になるね。エジプトの。まあ俺のバスは取らなくてもいいよな。